お母さんにまだ言ってない。いたわ。あ、そう、大井さん、今日私アベマズのね全員と会う夢見た。嘘だわ、松本さんいなかったわ。麻雀誘えばいいんじゃない？なんかさ、麻雀上手い人とさ、遊ぶってなるとさ、気を使わせるかなと思ってさ、誘いづらい、こちらからは、正直。みたいなとこあります、俺。赤ちゃんぐらいか、気軽に麻雀できるの。そんな気軽に麻雀やってないけどね、ちなみに。大井さんにロロさせたいよ、これ。大井さんにロロは私はさすがに勧められないよ。さすがに大井さんにロロは勧められない。さがちゃんがすごい人って最近まで知らんかった。いや、まあそうだよね。私もやっぱ麻雀プロっていう世界を全く知らなかったからさ、大井さんに勧めるならオーバーウォッチまで。オーバーウォッチ勧めるなら全然ロロやるけどね。でも多分思考とか理論立てるっていう点においては強そうだけどな、ロル。エムリー君マジでおもろい。なんなら大井さんのお母さんまだ知らないよ。それ本当におもろいよな。大井さんのお母さん、いまだに大井さんが麻雀プロのこと知らないのマジでおもろい。ちょっと何で食ってると思ってるの？いや、普通に会社員で食ってると思われてるよ多分。お母さんにまだ言ってない。いたわ。いたわ。噂したら。今大井さんの話してたんだよ。あれ、クにあげるの忘れてた。え、何？今アベマズのジャージ持ってる。椅子にかけてる。いつでも着れるようにアベマズのジャージ。あ、そう、大井さん、今日私アベマズのね全員と会う夢見た。嘘だわ、松本さんいなかったわ。松本さん以外の3人と会う夢見た。大井高春から赤スパマジか。大井高春から赤スパマジか。やったー、嬉しい、ありがとうございます。うおー、やったやったやった、お年玉だ、万が一生だ、やったー、ナイスパ。やったー。